こんにちは、プラトゥーアンの近藤です。早速ですがこちらをご覧ください。この生徒の学習到達度調査、別名ピザは OECD 経済協力開発機構がその加盟国及び非加盟国の参加を得て3年に1度世界的に実施している調査です。義務教育終了段階の15歳児を対象としており、数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーという筆記型試験と生徒自身及び学習環境等に関する質問調査を行っています。最新の2012年調査には65カ国の国と地域が参加し、日本では全国191校の15歳児童約6400人の生徒が参加しています。今回紹介するのは生徒への質問部分で、宿題や自分の勉強をする生徒の割合についてです。項目としては、宿題やその他の課題をする、指導したり手伝ってくれる人と宿題をする、家庭教師がついて勉強する、塾や予備校などで勉強する、親や家族と勉強する、学習ソフトを使って単語を覚えるといった、コンピューターを使って復習するの6つです。日本は薄い赤色がかかっている部分です。目立つのはコンピューターを使って復習するの項目で、全65カ国の中でも飛び抜けて低くなっています。また家庭教師がついて勉強する生徒の割合も最も低いことが分かります。家庭教師に関しては、日本では義務教育が全ての人々に行き渡っているという点の裏返しかもしれませんが、びっくりです。そしてほぼ全ての項目で1位なのがマーカーを引いた部分ですが、こちらのインドネシアです。ちなみにインドネシアは人口2億3000万人を超える世界第4位の規模であり、また世界最大のイスラム人口を抱える国としても知られています。ちなみに2012年の平均得点の国際比較はこちらです。インドネシアは全ての試験で60位以下となっています。成績上位国の宿題や自分の勉強をする生徒の割合は目立って高いものではなく、平均得点との関連性が大いにあるとは言えませんが、今後の得点に何らかの影響があるのかもしれません。このようにピザは各国の試験点数以外にも様々なことがわかる興味深いデータですので、ぜひ一度ご覧になってください。